おさすまじこりです。というわけでね、今回もやっていきたいと思います。久々にヴィンテージの話題に戻りまして、今回ご紹介するのはこちらですね。ミリタリーパッチを紹介してみたということでね、やっていきたいと思います。ヴィンテージミリタリーを追ってる身としては、こうやってパッチ付きの服をね、手に入れることもあるんですけども、そのパッチってどの部隊が使ってたのとか、歴史はどうなってるのっていうのを調べるのも、やっぱりヴィンテージミリタリー好きとしてはね、ロマンを感じるところなので、結構これね、調べたりするんですよね。で、まず調べて自分の知識だけに留めておくのはやっぱあれなんで、このパッチはこういう部隊ですみたいなのをちょっと軽くねご紹介していきたいと思います。もしここでどういうパッチがついてるか気になるよっていう方はねコメントいただければ、そのパッチの部隊について個別の動画をね出してもうちょい深掘りするかもしれないので、まあぜひね、コメントお待ちしております。ということで早速行ってみましょう。まず最初の舞台こちら行きましょう。これね、おなじみの M41 フィールドジャケットですね。で、ついてるパッチがこちらですね。はい。エアボーン11って書いてありますけども、この舞台はですね、第11空挺師団というね、舞台になります。まあ、この11っていう数字とちょっと天使の羽みたいな、ちょっと空を連想させるようなね、パッチになってるんですけども、これはですね、主に第二次世界大戦と朝鮮戦争でね、派遣された舞台っていうことですね。で、愛称がね、エンジェルスっていう愛称なんですね。だからこの天使の羽みたいなのがついてるのは、この舞台のね、愛称から来ています。この部隊は1943年に正式にね師団として発足します。やっぱりこの戦線のねヨーロッパ戦線、太平洋戦線っていう風にね、まあアメリカが戦った戦線っていうのが拡大したことに伴って、こう部隊もね大きくなって、最終的には第11空挺師団という形でねこう編成されました。で、空挺っていうとこうなんか飛行機に乗ってピューってこうねパラシュートで降下していくイメージっていうのがめちゃくちゃ強いんですけども、この第11空挺師団に関しては空挺降下だけじゃなくてグライダー連隊っていうのも作られます。グライダーっていうのは、まあ、飛行機からね、こう滑空するなんか装置というか、まあ機械みたいなのに乗って、そこからシューッとね滑空していきながら地面に到達するみたいなね、その空挺とそのグライダーっていうの特別な訓練を受けた人たちがこの第11空挺師団に配属されていて、じゃあその第二次世界大戦のどこに派遣されたかっていうと、これ太平洋戦線なんですね。まあアメリカの基地を出発して、最初はパプアニューギニア、まあニューギニアって言われてるとこですね、そこにこう派遣されるわけですね。そこに派遣されてからはフィリピンのねレイテ島っていうところ、フィリピンのまあ南の方にある島に派遣されて、そこからルソン島っていうね、まあ、首都マニラがあるような結構でっかい島なんですけど、そのっちの方に北の方にね、行って太平洋戦線に、まあ日本軍ですけど戦っていって終戦を迎えるっていうようなね、流れになってます。で、終戦した後はアメリカ軍の部隊の中で一番最初に日本の地をねこう踏んだ部隊ということで、まあ結構有名みたいですね。で、その後は朝鮮戦争にも派遣されて、まあ朝鮮戦争の激戦を戦って、1958年に1回ね、解体されて、その後ね、まあベトナム戦争、ソ連とのねこう緊張が高まっていく中で1963年にもう一回編成されて、1965年ですね、でそこでもう一回解体するみたいな、まあそれでちょっと幕を閉じるような部隊になってるんですけども、まあこれがね、第11空挺師団っていう部隊ですね。で、続いてのパッチがこれですね。はい、これ見えますかね。 M43 フィールドジャケットですね。さっきの M41 フィールドジャケットの後継のね、まあ、ジャケットとして作られたんですけども、これでっかくついてますよね。これ見えますかね。鳥さんのパッチがついてますね。はい、なんか赤い鳥で、ちょっとねここの顔のところにねヘッドホンついてるんですよね。さっきの第11空挺師団っていうのはアメリカ陸軍のこれ舞台だったわけなんですけども、今回こちらですね、アメリカ陸軍航空軍の舞台じゃないかなと僕は踏んでます。この赤い鳥っていうね、この鳥っていうのがまずその空の舞台、空軍をちょっと連想させますし、ヘッドホンつけてるっていうところから推測するに、なんか通信部隊とか偵察部隊とか、なんかその辺の舞台なんじゃないかなと僕は踏んでます。これね、めちゃくちゃ調べたんですよ。僕の調べうるね限りでめちゃくちゃ調べたんですけど、この舞台ね分かんないんですよ、何の舞台か。当時の空軍とか海軍の航空部隊のパッチってディズニーのキャラクターが結構ね使われたりするんですけど、これディズニーじゃないっすよね。控えめに言って不気味なオウムみたいなね、なんか首超長えしみたいな、なんかそういう感じなんですけども、何の舞台か分かんないですよね。なんかこのヘッドホンで鳥っていうところで、アメリカ陸軍航空軍のまあ通信部隊か偵察部隊かなっていうね推測をここしてますね。はい、ちょっとこれ謎なんですけど、でも普通にこのねジャケットのこうアクセントとしてね、こうパーンってポケットのところにでっかくねこのパッチがついている、この感じは僕すごいかっこいいなと思います。おそらくこれは後付けではなくオリジナルでね、ついてるものかなと思ってます。はい、続いてこれです。これね、服自体がめちゃくちゃレアなんですけど、まあそれはね、あの概要欄に動画貼っとくんで、それ見てもらえればなと思うんですけども、これですね。はい、これもエアボーンって書いてありますね。さっきの第11空挺師団と同じ、これ空挺部隊ですね、エアボーンで。今回このマークになってますね。動物とかのマークじゃなくて、なんかちょっとよくわかんないんですけども、 A が2つ並んでるマークなんですよ。 AA ですね。これどういうことかっていうと、オールアメリカンっていうのを表してます。はい、部隊名は第82空挺師団という部隊です。これは結構歴史が古くて、1917年にね、第1次世界
界大戦の真っ最中にこれね創設されます。当時はもちろん飛行機なんて発明されてまだ10年ちょいぐらいしか経ってない時代で、全然その空挺なんてね、そんなレベルの高いことはまあできない時代だったんで、当時はね第80に歩兵師団としてね編成されます。最初は空挺部隊じゃなくて歩兵部隊として編成されて、まあアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊、これのね混成部隊としてね、編成されたそうですね。で1918年にはアメリカ遠征軍、まあ AEF って言われてますけど、第一次世界大戦を戦い抜くんですけども、その後1942年頃にもう一回召集がかかります。これはやっぱりアメリカが第二次世界大戦に参戦して、まあ太平洋戦線を皮切りね、ヨーロッパにもこう参戦することになったっていうところですね。まあ空挺部隊としてね、ここで初めて編成されるわけですね。まあ敵前にこう強襲上陸してこうブワーって行くぞみたいな、まあそういう感じのね部隊として編成されました。でさっきの第11空挺師団っていうのは太平洋戦線に派遣されたんですけども、第82空挺師団っていうのはヨーロッパ戦線に派遣されます。まあ、他にも空挺部隊として有名な、第101空挺師団と同じようにヨーロッパにね、派遣されるわけですね。でまあヨーロッパの部隊で第二次世界大戦これも戦い抜いて、まあ、終戦を迎える。でもこの第82空挺師団っていうのは緊急即応部隊みたいな、やっぱ空挺なんで敵前にパーンって上陸してうわーって突撃していく、もうほんと突撃部隊みたいな感じだったんで、まあ、後の朝鮮戦争、ベトナム戦争、他のね、まあ、他の現代に至るまでのいろんな戦いにねこう従軍しています。まあ、現代でももちろんこの第82空挺師団を展開していて、一部の部隊はねいつでも敵前上陸バゴーンっていけるぐらいのもう即応体制を取ってるっていうね、もうかなりバッチバチの部隊ですこれ。はい、それこそね今のアメリカ軍、まあ、世界の警察を象徴すると言っても過言ではないこの第82空挺師団ですね。で、ラストこちらですね。はい。まあ、これはローカルメイドのタンカースジャケットなんですけど、1970年頃のものと思われます。はい。まあ、後ほどね、その理由を話すんですけども。はい。まずこの部隊、こちらですね。これ、この部隊はですね、第二歩兵師団っていう部隊になりますね。ネイティブアメリカンのね、この顔がついてるのが、ま、ちょっとね、特徴。インディアンヘッドみたいなね、感じになってますけども、これが一つ特徴ですね。で、この部隊も歴史が古くて、1917年にね、創設されます。さっきのね、第82空挺師団と同じ時期ですね。やっぱり第一次世界大戦に派遣されて戦って、で第二次世界大戦もヨーロッパ戦線ですね、これもヨーロッパ戦線でこう戦って、朝鮮戦争も戦った後ですね、この後に朝鮮戦争が一回休戦した後でも、まあ、その北からのねこう侵攻があるかもしれないっていうことで、まあ、部隊のね大半は、在韓米軍として今ね派遣されてます。まあ、残りのね部隊はアメリカにね残ってるんですけども、今在韓米軍のまあ象徴的な部隊ですよね、第二歩兵師団ということで、これね、まあ、未だに展開してます。でこれもう一個部隊のねパッチがついてて、これですね、これこの部隊なんですけども、なんかキャタピラに大砲のマークがついてますよね。これ戦車部隊って意味ですね。まあ、いわゆる機甲部隊ってやつなんですけども、で、ここにね、73分の1ってこれ数字書いてあるんですけども、これ73連隊っていうね、ちょっと大きな部隊。で、これがね、第1大隊っていうね、ちっちゃな部隊。つまり、第73機甲連隊第1大隊っていうね、感じになってます。ちょっと難しいんですけども、このキャタピラに戦車のマーク、これ機甲部隊って意味ですね、戦車部隊。で、これ73連隊なんで、まず、第73機甲連隊っていうね、一つ部隊があって、その中の第1大隊っていうのでね、これ1っていう数字が使われてるみたいな、そういう感じになってます。でこれね、この動画を出した後にコメントくださった方がいて、本当にすごい助かったんですけども、1970年の4月から8月まではこの第二歩兵師団の中の、まあ、機甲連隊として機能していたということなので、これはね1970年の、まあ、4月から8月の間に作られたね、ローカルメイドのタンカースジャケットなんじゃないかっていうことがね、もう推測できるというね、もう本当にね、コメントしてくださった方本当にありがとうございます。めちゃめちゃ助かりました。もうかなり詳細なね年代判別までできたということになりますね。このついてるパッチを紐解いて作られた時期を想定することができるっていうね、こういうこともあるんですよ。まあ、今回は結構ざっくりとねご説明させていただいたんですけども、まあ、この4種類僕のとりあえず持ってるね、パッチ付きの服ご紹介させていただきました。はい、というわけでね、ご紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、冒頭でも話した通り、やっぱりね、ヴィンテージミリタリー好きっていうのはね、ロマンを求めるんですよね。で、そのロマンの一つとして、やっぱり当時ね、兵士がこう、着ていて、使っていた、で、しかも所属していた部隊のね、パッチまでついてるっていうのは、本当にね、ロマンでしかないわけなんですよね。もう、やっぱりでもね、パッチ付きの服が出て、実際手にしてみるとね、こう、歴史のロマンを感じるわけですよね。もうこれは完全に自己満足の世界なんですけども、それをバッて羽織って、ちょっとね、気分上げてっていうのがね、もうこれも本当楽しみなんですよね。まあ、歴史ロマンを感じるって意味では、まあなんか骨董品とか、まあなんかその辺とはまあ似てるところはあるんですけども、でも服なんでやっぱりね、こう着て楽しむっていうね、それができるん で、しかもミリタリーなんで結構長く着れる、一生着けるような服も結構いっぱいあるので、もう大事に大事に着てってね、もう自分の本当宝物としてね、着ていきたいなと思ってます。というわけでね、今回はまあこんな感じになります。本当個別の舞台これ紹介してほしいですっていうのあったら、まあ、コメント欄でぜひね
残していただければなと思います。ではまた次回の動画をね、お楽しみにということで、古着ヴィンテージ好きな方ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは Find me Find me Never know what happens in my life